イヒ・クリスティアン・ゴッドリープ・ルートビッヒは、ドイツの維持、植物学者である。1731年から1733年に、行われた、北アフリカ探検に参加した。シレジアノブリーグの靴職人の息子に生まれた。1728年から、ライプツヒ大学で医学と博物学、特に植物学を学ぶが、学費不足で卒業することはできなかった。 1831年に、ザクセン選定校、フリードリヒアウグスト一世の命令で、王室の脅威の部屋に収める珍しい動物標本や植物などを集めるための、ヨハン・エルンスとヘイベンシュトライトを隊長とする探検隊の隊員に選ばれた。探検隊は1731年10月、ライプツヒを出発し、マルセイユからアルジェで船を乗り継ぎ、現在のチュニジアのチュニスに至った。 ルートビッフはチュニス近郊で植物調査を行い、本体はトリポリに向かった。1733年4月に探検隊はマルセイユに戻った。国王はその年の2月に没していたため、探検は中止となり、大仏日に帰還した。彼らの集めた標本は1848年革命がドレスデンに波及した時に失われた。ルートビッフは ライプツヒに帰還した後、大学に戻り、1733年に大学を卒業した。1736年から講師となり、1737年にバルターの下で博士号を得て、1740年に非常勤教授、1747年に解剖学、外科の教授となった。カール・フォン・リンネと同時代の学者で植物分類学に関して、 手紙のやり取りをし、植物学に関する著書も多い。リンネは赤羽中の植物の俗名、ルットビジアにルートビッヒの名前を付けた。息子のクリスチャン・ルートビヒは医師となり、イギリスの科学者、ジョゼフ・プリーストリーの実験について翻訳した。ルットブは植物の学名で命名者を示す場合に、クリスティアン・ゴットリープ・ルートビッヒを示すのに使われる。 ありがとうございます。